おはようございます。橋本海です。本日は40代、50代の漫画家を目指す方に注意点というお話をしていきたいと思います。この動画はリクエストの動画になりますけれども、僕、橋本海がまだ30代ということもあって、少々ですね、おこがましいことを言っているかもしれませんが、ぜひですね、最後まで聞いていってくださればと思います。40代50代の漫画家を目指したいなという方ちらほらいらっしゃいます。僕のところにも漫画家目指して遅くないですかという質問たくさん来ます。答えから言ってしまうと全然遅くはないです。ただなかなかですね評価を得ないというのもまた事実かなと思います。その原因としてまず一つは40代50代で漫画家をやってみたいなけどなと思っている方、そのけどなの部分が足を引っ張っているということがあります。やっぱりですね何でもやってみないと形にはなりませんし、形にしたものを出版社に出す、人に見せるということをしないと形になったものが作品として日の目を浴びるということはなくなります。なのでけどなと思わずにまずは形にしてみるということから始めてほしいなと思います。そしてですね僕の周りには40代50代を迎えた漫画家志望の方もちらほらといらっしゃいます。その中にはすごく仲良くしていてですね、会うたびにご飯食べに行って漫画っていうのはさっていう熱く語り合ったりするような、そういった年を超えたお友達というのもいらっしゃいます。そういった方々もですねプロになりたいんだと言いながら十何年もですね漫画を描いてはなかなか日の目が出ないなというふうに悩んでらっしゃる方もいます。もちろんですねその誰々さんという方に向けて喋っているわけではないんですけれども、その友達にもですね届けばなという気持ちでお話ししていきたいと思います。そういった方々はですね昔の自分の好きな作品にとらわれすぎていないかということを今一度見つめ直してほしいなと思います。僕自身もあることなんですけれども、若い頃に見て面白かった作品とか、人生でこれがナンバーワンだねっていうような作品あります。漫画でもアニメでも映画でもこれが自分の中で一番トップの作品、めっちゃ面白かったっていうのは皆さんあると思うんですけれども、それをですね40代50代になったら一旦リセットできないかなというふうに考えてほしいなと思います。僕の知り合いの中にはですね漫画家を目指してますっていう方で、若い頃に見て面白かった作品とか、こういった漫画を描きたいんだよねって言って、当時の絵柄というわけでもなく今の自分の好きだった頃の絵柄、どっちつかずの絵をひたすら描いているというような状態になってしまっています。なので自分が好きだった作品っていうのはもちろん好きなままで構わないんですけれども、今流行りの作品、また今流行っている作品っていうものにも目を向けてほしいなと思います。また別の知り合いの中にはですね、長く続いているシリーズもののゲームとかもっぺんやるとしたらあの頃のあの作品だねっていうことを繰り返し言われる方いるんですけれども、やっぱりその同じシリーズ、例えばドラゴンクエストとかファイナルファンタジーとかあると思うんですけれども、今の流行りのものに倣って内容がアップデートされています。グラフィックがすごく綺麗になっていたりとか、声がついているとか、戦闘システムが昔とはまるで違うとかですね、ゲーム一つとってもそれだけ進化をしています。もちろんですね漫画は完結してしまっていれば当時のクオリティのままそこに保存されていますけれども、例えばドラゴンボールなんかでしたら毎年のように新しいゲーム出ています。そのゲームが出るたびにコンテンツをアップデートしていって、鳥山明先生の絵柄なんですけれどもすごくすっきりとしたシャープな線になっていたりとか、動きが原作よりも激しくなっていたりとかですね、そういった今の受ける形にアップデートされているわけです。そういったアップデートされたものをですね知らないまま、当時あれが好きだった、これが好きだったという自分の中の感性のままでいてしまうと、今の感性に響かないわけなんですね。そして出版社っていうものは常に新しいものを出しているわけですから、常にアップデートされているわけです。編集さんたちもアップデートされていっているので、僕を含め40代50代に差し掛かった人たちがですね、当時の好きだったものの感性のままいくとちょっと古いですねというような評価に変わってしまうということになります。せっかく面白いものが描けていても、そういった細かい部分ですね、先ほど言いました絵柄とかノリとか表情、あと構図もあります。そういったものがですね当時のままのノリだと面白いけど受け入れてもらえないということが発生します。なので皆さんにはですね、ぜひ今の流行りのものも取り入れるという気持ちがすごく重要かなというふうに思います。まずは好きなシリーズなものがありましたら、それの最新シリーズに触れてみてください。そうすると当時とこういうところが違うというものが見えてくると思います。特に当時のものが好きだよという方はですね、あの作品はこういうところが良かったのに変わっちまったなみたいな見方ができると思います。その見方ができたらすごく強みです。なぜなら違いが見えているからなんですね。そしてその違っているのはなぜなのかというところを見抜いていただいて、こういうところが今の人には受けるんだと感じてもらえると思います。その感じてもらった部分をですね自分の作品に反映してみてください。もちろんですね最初は抵抗があります。画
ガンダムとかだと今は主人公が女の子になってるなとか、そういった革新的なことが起きてたりもします。そういったものをですね、ぜひ取り入れて漫画を描いてみてください。そこに自分の好きな要素っていうものを入れようがあります。なぜならですね、自分の好きなノリ、そこをアップデートしただけで新しいものに見えるからなんですね。やっぱり人っていうものは単純で、今流行りの言い回しと、あと絵、そういったものをパッと見せられたら、それ以外の部分が古くってもあんまり気づかないということもあります。もちろんバチバチにこってこてのチョベリグとかチョベリバーとかですね、言っていたら話は別です。ですがそういったところでなければアップデートされてるなというふうに感じてもらえます。なのでまずは新しい作品に触れるということが重要かなと思います。自分の好きなシリーズで最新作というものに触れた後はですね、それと同じ年代に出ている他の作品、知らない作品にも触れていっていただければなと思います。そうやってちょっとずつ新しいものに触れることによって、自分の中のこういったものが面白いというものがアップデートされていくと思います。もちろんですね、プロを目指されるというガチでやるんであれば、こういうノリはもう自分には合わないなと思っていても、あえて書くということも必要になるかもしれません。それでもそれをすることによって人生が少し変わる、せっかく生まれてきたんだから一回はチャレンジしてみようかなみたいなことを感じてらっしゃる方には、ぜひそういったことをやってみてですね、自分が好きなものを書きつつ、自分が好きじゃないところも受け入れていくというような、そういった努力が必要になってくるのかなというふうに思います。僕自身もですね、今まで自分が見てきて10代の頃に好きだったなというようなノリとか勢いとかテンションで作品を作ってきたという部分が大いにありますけれども、ここ数年でですね、例えばジャンプ一つとっても結構グロテスクな作品が連続して売れるというようなことが起きています。そういった形でですね、世の中は変わってきているんだなということをしっかりと受け止めて、自分も作成をしていきたいと思いますので、この動画を見てくださっている40代50代でこれから漫画を描くよとか、今漫画家を目指しているよという方もですね、一遍自分が好きなものっていうものを疑うということをしてみていただければなというふうに思います。今回はですね、40代50代の漫画家志望の方々に向けてのお話をしてまいりました。なかなかですね、僕自身も若輩者でございますから、おこがましいことあったかもしれませんが、そこはちょっとご容赦いただきまして、一つですね、自分を見つめ直すということ、今の流行りに自分を合わせるということを目を向けていただければなと思います。このチャンネルではこのようにですね、リクエストにもお答えしつつ、漫画のリテラシーとかためになる情報を発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録や高評価していっていただければ嬉しく思います。また今回のようにリクエストとして受け付けますので、ぜひコメントもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。橋本海でした。